これは山ぶどうと野ぶどうが一緒に生えてますね。せっかくなんでちょっとこの違いを皆さんにご紹介しちゃおうかなと思ってます。これ山ぶどうですね。こっちは野ぶどうです。もう見た感じからして葉っぱの大きさは違うんだけど、まあ、そこじゃないんです。実はこれの違いを見つける場所は全然違うところに。じゃあちょっと見てまいりましょう。今ちょうど野ぶどうさん実がなってますね。でこれが熟してくると、紫青とか赤とかこう、ね、赤紫が混ざってこう非常に綺麗な色にこう変化してくる。それが野ぶどうの特徴でもあるんですけども、実はそこじゃなくて皆さんここなんですよ。ちょっと大きくいってみましょうかね。でこれですね、ちょっと引っ張っていくとこんな感じなんですよね。ちょっと比較してみましょうかね。でこれ野ぶどうですね。でこれ野ぶどうは粒がですね、こう規則的に出てくるわけじゃなくて、ここにまあひげが一つずつこう節に出てくるのが一つあるんですね。でまあ、あったりなかったりする場合もこう見えにくい部分もあるんですけども、基本的にはこの一つの節にひげ、ね、巻きひげがくっついているのがこの野ぶどうの特徴です。さて山ぶどうをちょっと比較してみましょうかね。山ぶどうはちょっとここにちょうどいいのがありまして、そうですね、これ見てもらうといいんだけど、これはちょっとあれですけど、ほらこれね、粒があるあるなしでね、あるあるなしで、こっからまあ本当はそのあるあるなしが続くんですけど、これあんまりいい感じじゃないんですよね。あるあるなしで、あるあるなしっていうふうにつながっていくのが、これが、山ぶどうの特徴です。でこれは本当にそうなのか、ちょっと巻きついてるひげで比較してみましょうかね。これはちょうどいいのはあるんですね。あ、これちょうど巻きついてますね。あ、ここら辺が結構いいですね。まあこれはそうですね。あるあるなしで、で、あるある、ここはなしになってるんですね。だからこういうふうにこう見ていくと、その非常に山ぶどうの場合は、規則正しいひげの根の出方をします。あるある、これはなしになるんですね。まあ、こういうふうに見ていただくといいと思います。もうちょっとひげ根が長いといいんですけどね。これは意外といけるかちょっと見て、はい、こんな感じです。いいですね。あるあるなし、あるあるなしってこういうふうになってる。これが山ぶどうと、野ぶどうの違いです。じゃあこれを向こうで並べてみます。戻って。こんな感じです。粒の出方がやっぱりこう節目にこうずっとあるね。でこっちはあるあるなしで、まあ、ここにある。あるあるなし、あるあるなしって、ここがある。ちゃんとひげにあるでしょ。で、こういうになってます。ここが大きな違いです。で、今日はヨーロッパでは、この葉っぱを食べますので、まあ、ちょっとこの葉っぱの評価をしてみようかなというふうに思っています。で、基本的にはヨーロッパ種はビティス・ビニフェラ種なんですけども、日本のやつはこういう種が結構多くて、今、岡山県とは熊本は球磨川ぶどうというのが有名なんですね。で、青森県は知りません。またちょっと勉強して
青森に固有種ってあったら嬉しいですけどね。そんなのもちょっと探しているところです。ちなみに今やってるのは三角ズルと低三角ズルを先週ちょっと調査させていただいて、で、あとはアマズルかな、アマズルっていうのもちょっと調査させていただいたんですけども、いろんなあのツル性植物が多いということで、まあ、結構楽しんでおります。枝もちょっと持ち帰ってちょっと成分検知してみようかなと思っています。で、これトルコではあの地中海周辺からトルコとかシリア、それからイラク、これはあのオリーブのオイルにこうつけて巻くんですよ。で、この中にこういろいろあの肉とか詰めた料理があって、こうやって缶詰でこう売ってる。このタヒンヘルバって言うんですけどね。だから日本ではあまり食べないので、まあ研究するには面白いかなと思ってます、ね。今日は、山ぶどう、ノブボドウとは違う山ぶどうを取らせていただいています。そうしたらブドウ属第2弾ということで、まあ、先ほど言ったあのツルが11でここがないと、で1個1個ツルが出てきてなしで、1個1個出してなしって、そういうような規則があるという話しましたけど、次はあのどうも今年はあのもう種を誰か取っちゃったのかもしれないんですけど、ブドウ属って雌雄異種で、オスとメスが別々なので、あの片方がなかったら実がならないという、まあ、そういう現象があるので、まあ、それはちょっとよく見とくといいと思います。で、あの一概にそれが全てかどうか分かりませんが、一応そういうふうには考えられているので、あのご興味がある人はあの多分もっと勉強して調べてくださると思うんですけども、一応なんかその通常考えられるのはそういうふうに考えられているみたいですね。それからあのブドウ、この山ブドウがあのどのぐらい高くまでいくっていうと、結構高くまで高い木に宿れば非常に高くあの生えていくんですけど、あの私はあのどっちかっていうとあの薬屋さんというか薬用植物を専門としているので、実はこのブドウの仲間ってあのビティス属に限らず、あのブドウの中で何だっけ、のブドウじゃなくて山ブドウじゃなくて、もう一個あるんですよね。そのいやあのウド、山ウドっていう名前かな、その仲間はそのアトピー性の皮膚炎に効くって言われていて、それが本当なのかどうかは、その伝説なのかどうかはこれからちょっと調べて、ヒスタミンを有利しているのを阻害するとか、まあそれはちょっと実験系でちょっと調べてみようかなって今思ってて、あのノブドウの葉っぱはあのそういうふうに民間的にはそういったあのなんていうかな、あのアトピー性の皮膚炎に使ってるっていうふうに言われています。で、私 あのよく知ってる人で、子供さんがアトピーでひどくて木作すかな、そういうのを使って治してる人がいるんで、あのこういった民間療法って意外と嘘っぽい部分もあるけど、あの意外とそうやって昔から使われてるので、何か理由があって使われてるわけですよね。だからそういうことで、あのブドウ属のこの葉っぱについてはもうちょっと調べていくと、さらに深みが増していくかなというふうに思っています。まあ、そんなようなことですので、あの今葉っぱ一生懸命取らせていただいてます。結構面白いですね。調べると意外と日本の野生植物って意外となんていうかな、研究がされてるようでされてないんですよね。
だからもっともっとこう研究を進めるといろんなことが分かっていくんじゃないかなと思います。一応これ標本を入れるタグとお薬というか成分を見るためのタグをこう分けて今仕分けをしている状態です。意外とねこれがね、バカアトピー性に効くなんて誰も信じてないと思うんで、多少今日ちょっとご紹介したいなと思っている植物も、最初はそういう状態で何も分かってなかったんだけど、研究したら胃がんに効くということも分かったりしてね、意外とで、なんていうかな、身近なものが意外と分かってないのが結構世の中の常でございますね。まあそこをちょっと、ね、私たちみたいなね、一般の人これやってたらお金にならないんでやらないと思いますけど、まあ研究なので、まあ、こういうのをやる人も必要じゃないかなとは思いますけどね。これでだいたい 50g ぐらいあるかしら、ね、まあ 50g あればなんとかなると思うんですけど、はい、もうちょっと欲しい、100g ぐらい欲しいです。頑張ります。